ベルナデッタ・スビルー、ベルナデッタ、スビルー、バーナデット・スビルー、1844年1月7日から1879年4月16日は、フランスの聖女。南仏のルルドで聖母の出現を体験し、後にヌベールの愛徳女子修道会の修道女なる。写真に撮られたカトリック教会の最初の聖人である。ベルナデッタによって発見された泉の水によって、 富士の病の治癒霊が多く見られ、教会が公認したものだけでも六十八例に上り、ルルドはカトリック教会の最大の巡礼地の一つとなった。ベルナデット出生前、母方のカステロー家は複雑な事情を抱えていた。1841年7月1日、ボリーの水車小屋の子を引いていたジュスタン・カステローが馬車の事故で亡くなった。 未亡人となったクレールカステロープ人には女の子4人と男の子2人が残されて途方に暮れた。当時、ピレネー地方では長子であれば男女関係なく財産、土地を相続する慣習があった。水車小屋は止まってしまい、一家を再興するためには長子の女の子を同業者と結婚させなくてはならなかった。カステロープ人は近くの水車小屋で働いていた34歳の フランソワスビルーに話を持ちかけた。フランソワはこの話に乗り気で、喜んで、ボリーの水車小屋にやってきて、仕事を手伝った。しかし、一向に結婚話を進めてくれないフランソワに、問いただしてみると、フランソワが気に入っているのは、長女ではなく次女のルイーズであることが分かった。次女を先に結婚させることにしたカステロープ人は、水車小屋の人々に、 次女の方が家事ができるという口実で、この結婚を納得させた。結婚式は1843年に1月9日で、翌年の1月7日に長女のベルナデットが生まれた。性別を問わない、長子相続の伝統から、ベルナデットは後に、ルルドを離れても、家族の行く末を気にかけていた。ベルナデットが生まれて1年も経たないうちに、スビル家に不幸が訪れた。 1844年11月、暖炉のそばに座っていたルイーズの服に、壁にかけてあったランプが落ちてきて、服に燃え移り、胸にひどい火傷を負ってしまったのである。父を飲ませることができなくなったルイーズは、ベルナデットを里子後に出さざるを得なかった。生まれたばかりの男子を亡くしたマリー・ラギューが、ウバの役割を引き受け、血離れするまで預かってくれた。その後、 二つ目の不幸がベルナデットの家を襲った。水車小屋で金槌の修理をしていたフランソワが石の破片で右目を傷つけてしまったのである。そのために仕事がうまくいかなくなってしまったが人の良いスびる家の人々は施しを求める者がいればそれを拒否しなかった。施しを求めに来た人々の中には後に劣勢される卓発像のミッシェルガリこいつもいた。 1855年、ベルナデットは、ルルート地方を襲ったコレラにかかり、一命を取り留めたものの、もともと病弱であったために、これ以降、全息の発作に苦しむことになった。母方の祖母が亡くなり、祖母の遺産の900フランで、新しい水車小屋を借用した。しかし、字が読めないフランソワは、契約書の内容を理解できなかったために、わずか1年しかその仕事に就くことができなかった。 スビルーケの経済状態は悪化の一途をたどり、さらに小麦の不作が重なったために、ついにフランソワは失業した。スビルーケは、歌唱と呼ばれた、牢獄跡の建物に住むことを余儀なくされた。1858年3月1日のデュトゥール、検事による記録によれば、この歌唱は、汚くて暗くて、人間の住めるところではない廃屋であった。この歌唱の2階に住んでいたいと、 このアンドレサ少によると貧しくはあったが毎晩スビルーケは大きな声でフランス語で言うの祈りを唱えていたというベルナデットは標準フランス語を理解できなかったが何者か感じるものがあったいよいよ困窮に陥ったスビルーケはバルトレス村の養母のもとにベルナデットを里子に出し彼女は羊会をして生計を立てることになった日曜日には公共より カテキズムの勉強をさせてくれる約束であったが、その約束は十分に守られず、ベルナデットは初生態を受ける頃になっても読み書きができず、いくつかの祈祷文は覚えたものの、三位一体の競技すら知らなかった。1858年2月11日、ベルナデットは妹のマリー・イトワネット・トリンカのジャンヌ・アバディと共に、 中半の支度のための焚き木を拾いにマッサビエルの洞窟に向かった。子供たちは、ポンビュー、古橋からポーガを渡り、シュベルカレールの森へ向かう道をたどり、サビの水車小屋を動かしている水路の橋をまたいだ。そして、当時は、シャレ島と呼ばれていた中にアルサ、ビの牧草地に入り、サビとメルラスの運河が合流する水路が、ポーガに注ぐ、牧草地の生誕に向かった。 方側から引かれた水路は、ここが一番川幅が狭くなっており、歩いて渡れるからである。二人は先に水路を渡ったが、ベルナデットは、喘息の発作を恐れる母の言葉を思い出して川を渡ることを躊躇していた。なんとか、足を濡らさないで川を渡れる場所を探したがどこにも、ないの、意を決して靴下を脱ごうとした。そして、片方の靴下を脱いだとき、 風の音のようなものが聞こえたので振り返ったが、何も見えなかった。振り返りもう片方の靴下を脱ごうとすると、また大きな風の音がした。前を見ると、木の枝が揺れ動き、野生のバラの木は、地面から上に伸び洞窟のくぼみまで3メートルほども、伸びていた。暗いくぼみには柔らかい光が差し込み、白い服を着た女性が両手を開いて、手招きをしていた。恐れをののき。 夢でも見ているのではないかと何度も目をこすってみたが、女性は微笑みを叩いて、ベルナデットを見つめていた。ポケットのロザリオに手を触れて十字の印を切ろうとしたが、手が上がらなかった。しかし、女性の方が十字の印を切ると、今度は手が上げられるようになり、ベルナデットはロザリオの祈りを唱えた。洞窟を注視して祈っているベルナデットを見た二人の少女に立ちに、 ベルナデットが何か見えなかったかと尋ねると、好奇心に駆られた二人はベルナデットから、誰にも口外しないという条件で敬意を聞き出した。ところが二人が、この約束を破ってしまったので、瞬く間に噂が街中に広まった。2月13日の土曜日、一陣の風が吹き振り返ると、婦人の形をした白いものが見えた、とベルナデットは、ベルトラン・ポミアン神父。 ルルド教区の女人司祭に告白した。ベルナデットの正直さを知っている神父は、少女が作り話をしているようには思えず、その話を主人司祭のペラマール神父に伝えた。ポミアン神父が特に打たれたのは、風の音の箇所で、神父は、死と行伝に章における、精霊降誕の際の、激しい風のことを想起していた。人影の正体についてあれこれ取り沙汰されるようになり、二月十四日、 ベルナデットたちは、その善悪を見極めるために、教会から聖水をもらい、出現した女性に振りかけると、聖水を振りかければ振りかけるほど、あの方は、微笑みをました。以前から洞窟の話に興味を持っていた三重夫人は、ベルナデットの話にある、白い服、青い帯、ロザリオという服装を聞いて、それが前年に亡くなったエリザラタピの例ではないかと、考えた。 実施のない三重夫人は、名のエリザを養子としていたが、前年に亡くなっていた。三重夫人が、エリザの例ではと考えたのは、洞窟に現れた女性の服装が、当時ルルド地方の特進の女性たちを引きつけていた、幼きマリア会の制服と一致しており、エリザはその服装のまま埋葬されたからである。エリザの例であるか否かを確かめるために、三重夫人はベルナデットを連れ引き用具を伴い、 現れた女性に、どうぞお名前を書いてくださいと願い出たが、その必要はないとされ、お願いですが、ここに十五日間続けてきてくださいませんかと、答えが返ってきた。また、その若い女性は、私はあなたをこの世で幸せにすることは、約束でませんが、あの世で幸せにすることを約束しますと述べた。三重夫人はベルナデットが、あれと呼ぶ若い女性が、エリザの例ではないということがすぐわかり、 もしかすると、聖母、マリアかもしれないと思うようになった。噂が街中に広まり、洞窟に行く人の数が増えるにつれて、治安上の脅威を覚えた、ルルドの警察署長ジャコメは、ベルナデットを警察署に連行し、情緒不安定な思春期の少女の白実務ということで、事態を収集しようとし、ベルナデットが字の読み書きができないことを利用して、適当な長所を作ろうとした。しかし、 ジャコメが読み上げて、同意を求める尋問聴取に対し、ベルナデットは逐一反論を加え、実際に見たことの改ざんに同意しなかった。ゴーを煮やした、ジャコメは、ベルナデットの父親を呼びつけて脅し、ベルナデットは洞窟に行くことを禁じられてしまった。この尋問には、税務所長のジャンバティスト・エストラードとその妹のエマニュエリットが立ち会っていた。エストラードは、ベルナデットの話に、 なお会議的だったが、妹に促され警察署長の許可を得て、第7回の出現に立ち会った。2月23日、エストラードはベルナデットの後について、マサビエルの洞窟に赴いた。ひざまずいたベルナデットに一瞬光が差し込むと、うやうやしくおじきをし、生まれ変わったようだった。彼女の瞳は光り輝き、その唇に生えも言われぬ微笑みが生まれ、 ベルナデットはもはやベルナデットではなかった。自分の見たものをどう理解して良いのかわからないまま、エストラードは、私はボルドーの劇場に行った時、有名な女優のラッシェルを見た。本当に素晴らしい女性だった。しかし、その彼女でさえもベルナデットとは比べ物にならないと述べた。エストラードが態度を変えたという噂が広がり、出現を信じる人がますます増えていった。 2月24日の第8回の時、罪人の改心のために神様に祈りなさいという言葉を聞いたベルナデットは、償いをという言葉を人々に取り継いだ。2月25日の第9回目の出現の時になると、洞窟の前にはもう350人くらいの人々が集まり、騒然たる雰囲気の中にベルナデットが現れた。ベルナデットは洞窟の前で祈った後、 うなずいて、何かを探すそぶりをして、川の方へ降りていった。そして振り返るとまたうなずき、洞窟の前に戻って、地面を掘り始めた。そして、赤みを帯びた泥水を3回すくって、自分を顔に近づけ、4回目にやっとその水を口に入れて飲んだ。特進の美しい少女を期待してやってきた、ヤジ馬たちは、ベルナデットの泥まみれになった顔を見て、女優のラシェルだって。 ヘンチクリンな田舎娘がいるだけじゃないかとあざけり、洞窟を去っていった。しかし、ベルナデットの言葉を信じる人たちが後に残ると、湧き出た泥水は、耐えることなく、流れ続け、エレオノーラ・ペラールという婦人がこの穴に棒を差し込むと、せせらぎのような音聞こえ、水量はいよいよ増し、くめばくむほど綺麗になっていった。同日の夕刻、ケンジのビタル・デュトゥルは、 民衆の騒乱を恐れる知事から命令を受け、ベルナデットを連行し尋問したが、法律違法を犯していない、ベルナデットの逮捕に激行した民が釈放を求めて、検事庁舎に押しかけ押し問答となった。適当な庁舎を作ろうとしていた検事の手は震えていた。インク壺にペンを入れ損ね、しきりに紙の上に書き殴っていたが、やがてベルナデットは釈放された。デュートゥール検事は、 ラカデ町長と共に事態を収集してくれるよう、ペラマール神父に求めたが、神父は、ベルナデットはご承知の通り、罪人でもなければ、狂人でもない。もし知事が武力を持って、スビルー一家を襲うようなことをするなら、その家の門前に立ち塞がって最後まで戦う者が、あることを忘れないようにと返答し、その申し出を退けた。ペラマール神父の親族は、 医師ばかりでなく、弟のアレクサンドルは、ペルーの造兵局長であり、名のデルフィーヌの義兄は、エクアドルのガブリエル・ガルアモレの大統領だった。ピレネー地方の生息に影響力がある、名門出身の神父の庇護によって、関係が合うもんに、ベルナデットを後院することができなくなった。3月1日、ルルドから7キロばかり離れたルバジャックの村に、カトリーヌ・ラタピという女性が住んでいた。 妊娠9ヶ月の身重であったが、自分にも理解できない心の促しに従って、二人の子供の手を引いて、ルルドにやってきた。カトリーヌは、以前木から落ちて、腕を脱臼し、長い間医者にかかったが治らず、右手の指が曲がったまま動かず感覚もなかった。しかし、泉の水に右手を浸すと、身体全体に心よい感覚が広がり、手が柔らかくなったように思えた。 それと同時に曲がっていた指は、突然元のように動くようになった。彼女が感謝の祈りを唱えると陣痛が始まり、自分の村に戻っても、お産を手伝う人もいなかったが、痛みもなしに、男の子が生まれた。男の子は、紀縁にちなんで、ジャンバティスト、洗礼者、ヨハネの意と名付けられ、後に司祭になった。貧しい職工のジャンブオールには、一人息子である、ジュスタンがいた。 ジュスタンは骨軟化症で生後2ヶ月経ってもゆりかごの中で座ることもできなかった。3月2日午後発熱性の消耗性疾患で食欲が減退しもはや何も受け付けなくなった。赤子の衰弱甚ははだしくかかりつけ医のペル博士にももはや打つ手がなく刻々と死が近づいていた。不自由な体で一生を過ごすよりこの方が本人のために幸せだとジャンは 悲観に暮れる母親のクロアジーヌを慰めた。しかし、諦めきれないクロアジーヌは、この子はまだこと切れていないと呟くと、赤子を前掛けに包み、マサビエルの洞窟を目指した。そして、そんなことをしたら、子供を殺してしまうぞという周囲の人々の精子も、聞かずに、子供を裸体のまま冷たい水につけた。15分間もつけたかと思うと、また大急ぎで家に戻って寝かしつけた。 この様子の始終を、聖母の出現の際に、ベルナデットに立ち会った、ドズー博士が見ていた。赤子は一言も発せず誰の目にも絶命したものと思われた。昏睡状態は翌朝まで続いたが、朝になると、赤子は突如目を覚まして盛んに父を求めた。そして、3月4日には、起き上がり室内を走り回るようになるまでに回復した。ドズー博士は、 同僚のベルジェス博士に意見を求めたが、どちらも突然の回遊の原因がつかめず、ペリウー氏も同様だった。十一年後に、アンリ・ラセールがブオール家を訪れると、病弱どころか、元気すぎて遊びに夢中で勉強しなくて困ると、母親のクロアジーヌがこぼす、ジュスタン少年がそこにいた。ルルドに住む石膏のルイ・ブリエットは職場での事故で、右目に外傷を受け失明し、 仕事がうまく行かなくなって困っていた。しかし、三月三日、祈りの言葉を唱えながら、洞窟の潜水で目を洗うと突然右目が見えるようになった。以前失明を確認していた、ズー医師は、喜び遺産でやってきたブリエットを落ち着かた。そして、その言葉をにわかに信じられない医師は、左目に眼帯をして、ブリエットから二十歩離れて、手であらゆる動作をしてみたが、 彼はその全てを完璧に見分けた。その後、今度は、ブリュエットに近づいて、私の手帳にあれこれ線を書いてみたが、これも難なく識別したた、ドズー自身が語っている。ルルドの町長は、ルルドが温泉町になればと考えて、泉の水を分析させたが、科学的には単なる普通の水に過ぎなかった。翌3月2日の第13回目の出現では、洞窟の前に来る人は、 1650人にも膨れ上がってきた。ベルナデットは聖堂を建てることと行列をしてほしいという女性からのメッセージを教区の司祭であるペラマール神父に伝えた。しかし、神父はどこの誰だかもわからない者の命令を聞くわけにはいかないとして取り合わず、ベルナデットがあれと呼ぶ者の名前を尋ねてくるように命じた。3月25日、教会歴で 受胎告知の祝日にあたる、この日、ベルナデットは人影に名前を聞くと、人影は、ケソイエラ・イーマカラダ・カウンセプシャと答えた。これは、ルルート地方のビゴール方言で、私は無限在の親鳥ですの意である。無限在の親鳥の教義は、1854年に、正式に信仰過剰として、ローマ教皇ピオ旧世によって宣言されていたが、当時の教会用語は、ラテン語であり、 世紀の学校教育を受けたことがなく、標準フランス語すら返さなかったベルナデットが、競技の内容を知るわけもなかった。ベルナデットは、意味がわからぬまま、あれが発した、ケソイエラインマクラダカウンセプシュという言葉を忘れないように、きっと何度も反芻し、その言葉を、さきのペラマール神父に伝えた。それまでベルナデットの言葉に、半信半疑だった司祭は驚愕し、聖母。 マリアの出現に間違いないと確信した。マサビエルの洞窟への最初の行列は、教会による聖母の出現が公認される以前に、ベルナデットが聖母から取り継いだ洞窟まで行列をしなさいという指示に従う、幼きマリア界少女たちの自発的死によって始まった。5月7日、マリア好きの祈祷のために、ルルドの教会に集まっていた少女たちは、教会から出ると、 手に手にろうそくを持ち、聖歌を歌いながら、洞窟を目指し、ひざまずいて祈り、また、市街地の入り口まで互いに離れることなく同じ、行列を繰り返した。七月十六日、聖母の出現が終わった頃にはルルドはすでに多くの巡礼者で賑わうようになった。洞窟にあまりにも多くの人々が集まり始めたことに、不穏なものを感じた関係は、洞窟の前に鉄柵を設けて、 洞窟に接近することも泉の水を汲むことも禁じてしまった。しかし、などの当時の著名な作家やジャーナリストがアルルドを訪れるようになると、ベルナデットと洞窟の話はフランス全土で知られるようになった。7月28日、ナポレオン三世の皇太子の不育館である未亡人は、病気がちな皇太子のために泉の水を求めて密かにルルドをれ、同地の話を 部下から聞いた皇帝は、洞窟の前の鉄柵を撤去するように命じた。ピレネー地方のローカルな事件に対して、第二帝政の擁老が過敏な反応を示したのには、訳があった。当初ルイ・ナポレオンは、カトリック表明当てに、イタリアの共和主義者によって、バチカンを追われたピウス旧世のローマ機関を支持し、教皇は、1850年に、フランス軍の保護のもとに、ローマに帰、 しかし、教皇は帰還するや以前にも増して、反動的な政治を再開したので、フランス共和国は、イタリアの自由を圧殺するために、ローマに出兵したわけではないと諌め、自由主義的な世俗政府の早期樹立を要求した。これに対して、カトリックの政党王朝派による、秩序党は、ルイナポレオンを裏切り者として激しく批判するようになった。ルルドに聖母が出現して、 無限罪の親鳥と告げたことは、マリアの無限罪の協議を宣言した教皇ピウス九世の権威を高め、第二帝政に批判的な政党王朝派とウルトラ、教皇史上主者を意いづかせてしまう恐れがあったからである。ピレネー地方など、西部、南部に基盤を置く、政党王朝派、カトリック勢力など王党右翼勢力も、また、共和派と共に、 反対派のの一翼を構成していたのである1864年に、リオンの美術アカデミー会員の彫刻家によって、マリア像が作られ、聖母が出現した洞窟のくぼみに設置された。当時パリで人気を博していた挿し入り新聞、イリストラシオン紙などに、ベルナデットやルルドの出来事が取り上げられるようになると、人々は競って、ベルナデットに面会を求めるようになり、 三月五日には、ベルナデットと結婚したいという者まで現れた。それは、南東の医科大学のインターンを知っているラウルド・トリックビルという青年で、に手紙を書いて、求婚の許可を求めたが、死去はその、願いが全く不謹慎なもので、聖母、マリアのお望みに反すると拒絶した。また、滑り受けに押しかけた人々は、ロザリオを触ってもらうことや、服の一部をもらうことを求めたが、 ベルナデットはその求めに応じず、まるで太った牛のように人目にさらされいることに困惑を示した。パリ外国宣教会のテオドール・オキスタン、フォルカード神父は幕末期に沖縄に滞在して日本布教を準備していたが、帰国を命じられてヌベール教区の司教に除外されると、フランス全土で有名になり毎日訪問者の後期の目に悩まされていたベルナデットを、 修道院にかくまうべく尽力した。パリからやってくる名士たちのインタビューは単にハンサという理由以外でもベルナデットの困惑の種であった。なぜなら彼女は山あいの方言しか使ったことがなかったのでフランス語は彼女にとって外国語であったからである。私は貧しく必要な持参金を持っていませんというベルナデットに対して持参金なしでも入会した例を ポルカード人が語ると、持参金なしでも入会できたお嬢さんたちは、手先が器用だったり、頭が良かったりするのでしょう。私は何もできませんし、何の取り柄もないんですと答えた。すると、今朝この目で見たが、人参の皮むきができるじゃないかと説得し、1866年7月7日、ウルゴーニュ地方にあるへの入会を圧旋。17世紀に創設された、愛徳修道会は、 不幸な人々以外のことに、決して関心を持ってはいけません。その人々を心から助けること以外の心遣いや、心配を、決して持ってはなりませんというの言葉を快速としており、貧しい家庭の女の子に、初等教育を施すことと、誰からも望まれない老人を迎えることに、とりわけ意を用いていた。愛徳修道会は、ルルドに養護施設と学校を持っており、 ベルナデットはそこで学んでいたので、同会のシスターたちは、最も身近な存在だった。ベルナデットが持参した財産は、一本の日傘と手下げ、カバンだけだった。ヌベールでベルナデットは、ツール・マリー・ベルナールという名前で、修道女となる誓願を立て、自身は、持病の気管支喘息に加えて、肺結核や脊椎カリエスといった難病に、苦しみならも、 様々な雑用や看護婦としての仕事に従事し、1879年4月16日に35歳で死去した。1925年に列、劣腹、1933年12月8日、ローマ教皇ピウス11世によって劣勢された。で、デウムが歌われるサンピエトロ大聖堂で行われた劣勢式には、 中和地管フランス大使のによる配慮でサジ奇跡に招かれたポーで花作りを営む老人がいた。それは赤子の時ルルドの泉で骨軟化症が回入したジュスタンブオール少年の七十七歳のであった。その後もベルナデットによって発見された泉の水によって富士と思われた病が治癒する奇跡が続々と起こり、鉄道など交通路の整備と相まってルルドは カトリック最大の巡礼地になり今日に至っている。19世紀フランスの著名な作家のルルドの聖母1869はベストセラーとなり80カ国語に翻訳され、ピウス9世はラテン語の序文を寄せてこの著作を深淵で力に満ちたものと称賛した。しかし今日のルルド信仰の盛況を決定づけたのはアレクシス・カレルのルルドへの旅。 1949である。エミール・ゾラのルルド1894を読み、単なる好奇心でルルドに赴むいた彼ル小説中のデラックはその逆さ読みはマリー・フェランという名前の末期の結核患者にあった。結核性腹膜炎で臨終と思われていたマリーの最後の願いはルルドの泉で水浴をすることであった。マリーの病状は手の施しようのないもので、 単価で、泉まで運んでも、途中でなくなるだろうと思われた。しかし奇跡は、血管保護や、臓器移植に関する、先駆的研究で後に、ノーベル生理学、医学賞、1912年を受賞することになるき、医学生の目の前で起こった。ピュース9世以来、歴代教皇は、ルルドへの熱い信仰を寄せた。 2004年、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世が8月15日の聖母、非常典の祝日に、ルルドを訪問した。元フランス大統領、ジャック・シラクと聖女と同盟の夫人が応接した当日、ルルドには少なくとも30万人の巡礼者がいたと推定されている。また、2007年、前、ローマ教皇ベネディクト16世は、聖母出現150周年を機会とし、 ルルドへの巡礼を推奨し、2012年に教皇はルルドの祝日、世界描写の日20周年を記念して、自ら描写に問いを行った。最初にルルドの模型が作られたのは、ベルギーのオースタッカーであり、クールベルヌ公爵夫人によって作られたルルドでも、病気の治癒霊が見られたという。日本では、幕末維新期のカトリック布教に主導的役割を、 果たしたパリ外国宣教会の司祭たちによって、ルルドの信仰が熱心に紹介された。その宣伝をつけたのは、宣教会のジョゼフロケイニュ試である。1879年、明治12年には、悪性主要で、余命幾ばくもないと医師に宣告された広崎市に住む、新谷雄三少年が、マレン氏から、ルルドの奇跡の話を聞いて、洗礼を受け、熱心に、 聖母マリアに祈る病気から回入した。その後この少年は、長崎の神学校で勉強を続け、被災に除海された。1895年、明治28年には、長崎五島の玉野浦町に、ルルドの洞窟の模型の建設が始まり、これを講師として、マキシミリアのコルベ神父ゆかりの長崎の本川町を、はじめ日本全国のカトリック教会に、ルルドの洞窟が、 盛んに作られるようになった。名古屋市東区にあるカトリック主税庁協会のルルドは、ドマンジェル神父の尽力で建設が弱手され、マサビエルの洞窟と寸分変わらないものが、ドイツ人技師によって作られた。1911年、明治44年、陸軍と山学校の音楽隊も出動し、ボンヌ大司教によって、盛大な宿別式が挙行された。1921年、 大正10年、ヌベール愛徳女子修道会からメールマリー・クロチルド、リチュニエタ7名の修道女が来日、大阪下松栗に学校法人聖母女学院を開校した。教育に始まった愛徳修道会の事業は、その後、医療、福祉の分野にまで拡大した。1949年、昭和24年、鹿児島カテドラルザビエル教会に、 ザビエル・トライ400年記念絵画として、長谷川ルカによる、少女、ベルナデッタにご出現のルルドのマリアが奉納される。日本で、キリスト教徒以外にも、ベルナデットの名前が知られるようになったのは、ヘンリー・キング監督の映画、ベルナデットの歌、1943によってである。この映画は、ユダヤ系オーストリア人の作家、フランツ・ベルフェルがドイツ語で書いた作品を、 アメリカの小説家が英訳したものを原作としている。著名な作曲家と離婚したアルママーラーと共にナチスの迫害を逃れて南仏を通過する際にルルドを訪れたベルフェルはベルナデッドの生涯に感銘を受け無事にアメリカに亡命できたら聖女の伝記を書こうと決意していた。映画は1943年にアメリカで公開されたが当時の日本は 対米戦の最中であったので、若き日のジェニファー・ジョーンズが、ベルナデット役を講演、アカデミー主演女優賞した米国映画が、聖書女という放題で公開されたのは、戦後のことであった。また、ベルフェルの原著の方も、映画公開の翌年、ロマン・ロランや、ステファン・ツバイクとの交友で有名な読文学者、片山敏彦によって翻訳され、日本の読者に広く親しまれた。 2012年、平成24年12月、劇団、ミュージカル座によるルルドの奇跡において、日本の演劇史上初めてベルナデットが取り上げられた。ベルナデット役は、伊藤恵里、ペラマール神父役は、宝田明で、脚本と主題曲の作詞は、浜中徹が担当した。安藤恵子役、魂の日記、ドンボスコ社、1979年。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。